山本隆太郎岩本隆太郎岩本虫眼鏡皆さん、いつ岡崎を出てきます？いや、出ない。僕はここでいっぱいお金を稼いで悠々自適に暮らしていけるよってとこまで行ったら、どこで暮らします？仮の話ですよね。悠々自適か、はいはいはい、沖縄かな。沖縄ね、まあ、還暦を機にヨーロッパ。おお、めっちゃノリで言ってるわ。全然国内だけど、国内じゃないんだね。アメリカかもな。アメリカ行きたいな。伊勢とかかな。結局どうしても伊勢だね。伊勢なんじゃないかな。あ、じゃあ今回の企画は関係ない。ありがとうございました。あ、違う、ダメダメダメ。結局岡崎出ないけどね、俺ら。岡崎は出るわけないだろう。何？そんなに岡崎はやるのかよ、お前ら。危ねえキーワード拾った。じゃあお前たちは生まれてから死ぬまでずっと岡崎にいるよっていうおじいちゃんになるってことな。はいはい、はい、そうしたらですよ、皆さんがおじいちゃんになる頃なんで30年後くらいですね、はい、皆さんはですね、多分小学校の子供たちからずっと岡崎に住んでるおじいちゃんに昔のことを聞いてみようみたいなインタビューを受けると思う。うわー、あったね。やったことある気がする。あったぞ。昔はこの辺何があったんですかみたいな。でそれでね、こういう風に街が変わっていったんですよっていう、まあ、授業があったりするわけでございますけれども、皆さん今だけでいいんですか？今生きてるこの時の歴史しか知らなくていいのかってことか。私はもう岡崎好きすぎてもっと前のことも知ってるよっていう、まあ、僕が行った頃はここは暴れん坊チキンっていう唐揚げ屋があったんだけど、うん、その前はあれだったらしいよって言った方がもっといいじゃないですか。そうね、そんなに違うおじいちゃんじゃないですか。その時有能だと思われないじゃないですか。まあ無能よりはね、うん、そうね。30年後の小学生からのインタビュー見越してね。ちょっと隠れたくないもんね。その言葉入れると謎入れるとなんのよ。クロスワードみたいなあれがあるから。まあ皆さんね、生まれてこの方岡崎で、アニメ丸さんちょっと違いますけど、はい、今日岡崎に住んでると思うんで、はい、そこそこ岡崎詳しいと思うんですけども、はい、君たちが生まれる以前の岡崎についてはさすがに知り範囲外すぎないかなと思いますね。そうですね、まあ、そうなんですね。まあ今回ですね、私岡崎氏の過去の写真を用意してまいりました。はい、これおもろいです。本当ですか？そんなにですか？岡崎はね、いや田舎でって我々よく言いますけど、うん、バカクソ進化してます。わー、へー、編集だ。はい、ですのでその昔の岡崎市の姿を知ってもらって、今ここがこんな風に変わったんだよっていうのを楽しんでいただきつつクイズをしたいなと思っておりますので、はい、今からね2チームに分かれていただきます。はいはい、あーだよな、こういう時のチームは座り順で決まるんだよ。大体ね、3時間でですね、はい、3時間、皆さんには今から3箇所をいただきます。まず今からですね、お二人にですね1枚目の写真をこう1枚ずつ分けます。はい、これちなみに別の写真ですので、はい、喧嘩しないように、はい、で全く同じ画角で写真を撮っていただきます。はい、でそれをですね本部にいる私にまだ LINE かなんか送っていただくと、うん、それで私がですね、あその場所で会ってますって言ったらですねグッと、はいはい、うん、そしたらですねその時同行している、カメラマンの人がですね2枚目の写真を出してきますので、同じことを繰り返してください。はい、はい、そしてそこも正解になったらですね3枚目の写真が渡されるわけですけれども、3枚目の写真は2チーム共通です。なるほど、はいはい、なので最終的にその3つ目の場所にどっちが先に来れるかな、楽しみだねっていう企画でございます。はい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 、ただ私ね問題見ましたけれども、簡単な人からしたらすっげえ簡単かもしれない。なるほど、ね、ヒントはあるのか。あ、もちろんちゃんと解けるようにヒントはある。はいはいはい、が分かんない人は練り歩かなきゃいけない。わー、鉄で不利だね、ちょっとね。てかさ、こっちのチームめっちゃ不利じゃないみたいな。どう考えても本当だ。どちらかというと安城市でしょ。俺安城市だけど大丈夫。安城市まで行っちゃうかもしれない。安城のあそこだ。しかも哲也地理苦手だからね。二人が結構ね知ってる方なんよ、マジで。俺らが知ってる。どうなんだろう。そうだよ、マジで知ってる方が固まってる。道に厳しいもん。道に厳しい。同じ時間なのになんで右から行くの左やんめっちゃ言うからね。めっちゃ怒る。いや、この道好きなんだもん、哲也が。厳しい。昨日言ってたじゃない。まあやっぱり普段どれだけ目が泳いでるかだと思います。うん、我々からしたら全然興味ないような建物がヒントになってるので、はいはい、ありますから、そういう記憶力みたいなものが試されるんじゃないかなと。はい、私は一個も分かりませんでした。まずいじゃん。大丈夫？ A と B 選んでください。C。はい。はい、朝だからね。早い早い。反省すんの早い。自己反省早すぎる。シーって言った後にシーンってなったから。選ばしてあげます。反省しようがない。違い？うい！雨だからね。雷。じゃあまあ
E でいきますか。絶対やらめっとボケの段階もっとすな。20分ぐらいやってくれよ、そんな。じゃあ A でいきましょう。 A の写真、はい、こちらです。ああ、すごい、見てやったね。緑屋ですね、奥は。で、クリスマスセールやってる。俺、これ分かったね、これ。え、本当に？うん、飾りですかね、これ。面白い、面白いじゃん。この方がいいじゃん。盛り上がってるよ。この方がいいことないよ。 B チーム、はい、こちらです。あー、大通りそうだな。あー、見たことあるな。どういう車の走り方してんだこいつら。まっすぐ走ってない。なんか危ないよね、これ。ザックバランな車線もないもんね。確かに白い線引いてないね。はい、というわけでございます、はい、では今から早速、今9時ですので、はい、3時間後12時に、ゴールの地点でお会いしましょう。はい、いってらっしゃい。行きまーす。なんか夢丸さん分かってたんですけど、分かる、ここじゃないかなっていうのがあるんですけど、でも多分クリスマスセールでこの馬までいるんで、うん、岡崎市のメイン通りなんですよ。まあそれは間違いない、ね。うん、でメイン通りだと高生のここの通りがやっぱメインなんで、うん、で確か高生のところに緑屋っていう草履屋がまだあるんじゃないかな。緑屋あったらもうそれは確信よ。ここ違うかな。だからどっか近く置いて。緑屋だよ。あ、え、ちょっと今ここの作り一緒だってことね。あれ戻って戻って戻ってー。ちょっと表行ってさ、歩く。あ、そうね、うん。じゃあ、ちょっと行ってきますわ。はい。ジジイチームです。ジジイになっちゃってるやん。なんでジジイなの？さっき30年後にジジイになるっていう、ハッとしんかった。うん、まあ全員そうなんだよ。30年後60かと思って、うん、確かに結構ショック受けたんだよね。確かにね。ということでこの写真ですよ。パッと目に入って今もあるなってのは愛知銀行が、そうだね、やっぱ目に入って思うかな。銀行は数十年じゃ変わらんでしょってことで、やっぱり強いからね、うん、そうそうそう。とりあえず愛知銀行っていうのだけをヒントに愛知銀行があるところに行こうって今話してて、一番愛知銀行で思い浮かぶのって東岡崎の交差点のところだよね。おお、でもそれはね、俺分かんなかったからありがたい情報だわ。おお、そうか。結構シェアできる。両サイドのバスが通る道って、つまり駅のアクセスがいいってことだから、これは昔の名鉄バスかなんかなんじゃないかということで。そしてこの杉本鹿さんって今もたまに見るような気がするんだよな。聞き覚えがあるよね。これこれ右手右手右手、あれ愛知銀行じゃん。これ愛知銀行。あ、これほら愛知銀行。あ、ほんとだ、これだ。これここら辺で、どこ置いてこい、でこいでこいでこい。うわ、あのテレビドア渋。ビクターテレビ、ビクターテレビ機電波。これさ、ワンチャンだってここを知りませんか。ああ、これうちだよって言ってくれたらさ、ありえる、ね、半端ないよね。そうね、3人で降りようかな。いや、全く違う気がすんだよね。うわ、愛知銀行だけだな、今聞きたいな、人間に。ここは一体何なの。うわ、お花屋さんじゃない。行ってみるか。ちょっと行ってみるか。ちょっとお伺いしたくて、この写真を見てほしくて。岡崎の写真なんですけど、昔の、うんうんうん、どの辺だとかってちょっと分かりますか。この愛知銀行ってのだけを見てここに来たんですけど、電車通りかなーみたいな。他があんまり引っかからなくて。あのね、逆にこの通りってさ、はい、この昔はさ、はい、バスじゃなくて路面電車だったのね。あ、そうじゃん。だから電車通りじゃん。この通りじゃないんじゃないかなと思う。そうなりますね。そうですね。そうすると高生から天満通りじゃない。天満通りか、やっぱそっちか。そっちが濃厚じゃない。一回天満通り行きますか。じゃあちょっとその辺行ってみます。あ、ありがとうございました。失礼します。花安さんっていうお花屋さんでした。はい。哲也が過去にバラ100本買ったことあるらしい。おお、なんでバラ100本の買ったんだわ。で、そこの居酒屋で、うん、ゆえまるとよく会うって。岡崎すぎます。いや、しかしやっぱ電車通りってことめっちゃ焦ってた俺。確かにね。路面電車だったわ、昔は。高生通り行きますか。はい、行きましょう。雨で外ロケっていうのは結構久しぶりじゃないか。新鮮ですね、うん、あったあった、緑や。ああ、そう、これ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 、これは今新しい看板ですけど、形的には、いや違うな。違うか。こんな形は特にないな。印鑑でもさあ、ゴム、隣ハンコ屋だ。隣のハンコ屋見て。お、おの、おの、おのっぽい。おのだ。おの、あ、おの陰謀だ。あ、合ってる合ってる。おの陰謀だこれ。これおの陰謀だよ。だいぶ形変わってた。これさ、反対車線か。反対からちょっと遠目から見よう。遠目で見よう。いや、待て。この左の桜屋あるじゃん。ああ。桜屋のこの縦の、この出っ張り部分が、完全にあの、灰色の建物のあれだわ。なるほどね。こんぐらいだよ、こんぐらい。ちょっと建物自体が変わったのか。そうね。あ、でも車止めれるようになってるからもう。ほんとだ。ぶっ壊して建て直してるわ、多分。これや。立ちましたわ。完全にこれだわ。こんにちは。あ、聞き込み、一応聞き込みしてみるか。行くか。
ってみよう、これ。お聞きしたいことがありまして、はい、この写真がどこなのかを探してるんですけど、どこかわかりますか？うん。え、わかります？うん。だって生きてたもん、私。見たことありますか、こんなん。お、それは。これです、これ。指輪じゃん。もう完全に目の前のこれ、あれですか？そうです、そうです。だって私ここに乗ってるもん。え、本当にこの辺にいるんですか？すごっ。てか、すごくない？それすごい。いや、建物見つけるよりすごい。確かに。一瞬お願いがあるんですけど、はい、今から全く同じ画角で写真撮るので、ほんのりここに写ってもらってもいいですか？全然いいですよ。あー、やったありがとうございます。すごくね。これ再現度高いよ、めちゃくちゃ高すぎるよね。本当にここに来たいです。チーズ。これが昔で、今が今がこう。おお、まあ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 、完璧じゃない？完璧じゃん。うん、いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなんもうクリアやろ。もしもし。もし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 。写真送られてきましたね。おばさんは誰ですか？おばさんだとなんてこと言うんだ。それはな、実際にこの同じ場所に写っている方だ。本当に？ええ、私ここにおるよっていう人に登録してもらって同じ場所で撮りました。ええー、じゃあそれは合ってるでしょ。あ、ここだよって言ってましたからね、うん、これが決め手でしたっていうのあります？いや、もう決め手っていうのは一旦緑屋本店っていうのを見つけまして、小野陰謀を見つけ、旭家元直の人に事実確認をしたらここだよというふうに言われました。お見事。来たかった。はい、そのまま次の目的地へ向かってください。はい。この電波ってそこに電波があるじゃん。そう、あるんだよ。で、これマルショってさ、これマルショじゃん。このマルショ、マルショ。え、マルショやん、ここやん。え、後ろ電波やん。戻ろう。行きと、ここじゃない？角田公園を左から周回して戻れ。降りて調査に行きますか。調査だ。さっきの感じだともうちょっと後ろだもんね。うん。違うのか。いや、マルショだよな、あれ。あ、電波堂の人に聞いてみる。おお、いるね。じゃあ今僕らこの写真の場所を探しててこの辺なのかなって。おい、角田じゃん。おぉ、この電波通りそう。あ、へぇー、この、あ、そうなんですね。この桜カラーっていうのは仙台道だ。早っ早っ。ありがとうございます。ありがとうございます。あれだ、仙台道変わってるなぁ。変わってるわ。オッケー、これをじゃあ娘さんに送ります。写真送られてきました。どこが決め手になりましたか？この一番右の桜カラーっていう看板があるじゃないですか。この桜カラーのビルが今ホテルになっている青岩堂というビル。これね、今俺も気づいた。よく見たらここに青岩堂って書いてある。おー、ほんとだ。で、マルシュって書いてあるじゃないですか。そこが僕らもね、動画でお邪魔したことあるマルショーさん。なのでここは高生のね、天満通りなのではないかという推測でございます。ありがとうございます。もうね、すごかったですよ。即答で、あ、ここ角田だ。じゃあ、2問目頑張ってください。はい、いまーす。いやー、ちょっと時間かかっちゃいましたね。そうだね。とにかく、クリア。はい、車に戻って、2問目見ましょう。はい、続いて2問目、こちらになります。じゃじゃん。あ、チンチン電車知ってたの？バスじゃなくてチンチン電車だよね、これ。うん。高場靴店と足よし食堂。63年間ありがとうだから、あれか、チンチン電車の引退だ、これ。だからもうヒントは、チンチン電車どこ走ってたのってことじゃない？お前さ、本当に？一回降ろさせようかな。すごいヒントに気づいたかも。東岡崎。え？東岡崎駅で、ここ、こ、ちょっと何この人。元安城市民のくせに。いや、これ多分東岡崎は間違いないんじゃない？すごいじゃん。ちょっと俺特定中なんや。恥ずかしいな。ネット使わないとダメなタイプだ。一旦行きますか。はい。そうね。まあ、そこでもう一回聞き込みしてみましょう。そうね。行きましょう。伊賀岡行きましょう。あ、カメラ回ってないよね。回ってないよな。そう、夢丸が女の子に話しかけて可愛かったなーってぼやいてるとこ入ってないのかよ。全部説明すんじゃねえよ。東岡崎駅に着きましたけど。着きました。あんまりね、こっち歩いてもあれなんで、うん、聞き込みですかね。まあ、しましょうかね。観光案内所あるじゃん。そっか、行ってみよう。一回なんか入ってみよう。これもしかして答え知ってるんじゃないか。はい、これここね、黒崎市観光案内所、はい、おはようございます。おはようございます。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。僕らがね、流れてますね。ね、限定動画です。そう、ネットに上がってない、もうこういうところでしか見えないっていうやつね。今この場所探してるんですけど、どこかわかりますか？民族市ってところ。市電？市電車。はいはいはい。市って通りっていうのはバス通りですよね。バス通り、電車通りって書いてあるね。あ、電車通りってあるわ。確かに電車通りって本当に電車が走ってたから電車通りってこと。そうです。神宮さんって書いてある。
いてありますよね。はいはいはい、富士宮さんって和菓子屋さんですか。遠く UFJ の、はいはい、横だ。富士宮さんに行って確か聞けばいいんじゃん、はい、ありがとうございました。なるほどね、これ電車通りの謎が解けたわ。確かに、なんで電車通りなんだっつ、まあ駅地下だからそうなんでしょうみたいな感じで思ってたわ。本当に電車通りだったんだ。富士宮さんに行ってみましょう。行ってみましょう。第2問。第2問はこちらです。はい、古くなった。めちゃくちゃ古くなった。しかもこれ道細いね。細いね。うわー、なんですかここは。うどん屋さんがある。うどん岡田印刷所さんがかなりの情報だな。ないんだろうな。印刷所っていう概念なんてなかなかもう残ってないだろうしな。本当に古いな。すごいな、これ岡崎市か。めちゃくちゃ面白い。うわ、聞かれてぇなぁ、50年後とかに。今のお父さん気持ちかったんだろうなぁ。かっこよく見えたもんね。かっこよかったもん、あのクリティカル度。ちょっと高精度で走ってみる。走ろう。で、聞けそうなお店とかあったらそこ入ってみるか。うん。こんにちは。昔の写真の今の場所を探してるんですけど、昔からおられる重鎮の方はいますか。はい。言うんだね。今岡崎の昔の写真を見てどこか当てるやつだったんですけど、ここがどこかちょっと見当ついたりしますかね。なんかうどん屋さんがあったりとか。あれ、これ泉谷じゃない。泉谷って書いてある。泉谷だ。嘘でしょ。あ、泉谷さん。泉谷。じゃあここってこと。多分ここじゃない。ここは電話する。本当にここだったらすごいんだけど。それはミラクルだわ。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。ちょっと撮ってきます。行ってきます。ありがとうございます。すごい面白い。たまたまよ、このクリティカル。すごいね。ここうちじゃないとか言って。まあ、この辺か。あ、これか。あれ、なんかなんか一緒じゃん。感じるね。後からまっすぐにしたんだね。そうだね。よし、じゃあこれで送ります。マシ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 、ブチカー、ホヤッタジョー、ブチカー。こちらは何がヒントになりましたか。はいはい、泉谷さんに入ってね、お団子でも食べながら話聞こうかなと思って聞いたんですよ。ここの写真どこか分かりますかって言ったら、ここうちじゃんってすごいことが起こりまして、で、はい、お母さんも降りてきてくださって話聞いたところ、ここは間違いなくうちだって。ほっこりした動画撮ってますね。いや、すごいですよ。俺らなかなかいいロケしてるよ。お見事でございます。ありがとうございます。あざーす。最終問題、お団子食いながら考えたいと思います。はい、はい、では僕もね、最終問題の場所に移動しますんで、なるべく早く来てください。はーい。ということでね、1時間半足らずで2問目クリアということで、次の問題がね、ちょっと難しいかなという感じなので、僕は今からね、3つ目の正解のポイントに移動してオフ会とかして待ってたいと思います。ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、この光景見覚えありますか。ありますか。私の長女はこれに乗って、おばあちゃんと最後の花電車に乗ってきました。花電車ってこれのことですか。そうです。この63年間ありがとう。そうです。こっちの前通ってましたもんね。コンパクト昔はここを通ってたってこと。通ってました、通ってました。じゃあもうさ、じゃあこの写真うちにありますもんね。うちにあるんですかこれ、この写真。知らないですか。ちょっと見る。本当にこれ。あるあ、本物や。すごいでしょ。古い町並みとかここで全部言う。いや、すごいあるんですよ。でもこれでそう、本当に。いや、いいこと聞けた。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。帰ろうか。いいお土産買いですね。なげえ。いや、一応言っとかないと、ね、一応言っとかないと。ありがたい言葉ですけど、ね、ありがたいですよね、本当ね。ちょっとごめん、俺も編集だけど、ちょっとチャカ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 ってなってる瞬間あるかもしれんね。申し訳ないことで。まあ、ここがね、完全に荒野。バス狙わん、これもう。バス通ってたらめっちゃ熱くない？いや、さっき通ったばっかなんよ。はい。はい。それか、63年間ありがとうのこの電車に俺がなってここに来ろか。そうしてもらってもいい。待つのあれだよね。うん。俺がなった方が早い。なった方が早い。ここかな。13年間ありがとうね。いけた？いけた。なってる？なってる。
これかな、これだな、うん、これいい目しといてもらって送ります。じゃあはい、行きましょう。これは行ったわ。もしもーし、もしもし、写真送られてきてますが、哲也くん の, あの写真いらないですよ。いや、あの再現なんで。哲也くんの自撮りはいらないですけど。いや、はいはい、これがあの進化です。いや、大化です。はい、大化、大化。え、何十年もかけてこの電車通りは進化してきたんですよ。いい言葉いただきました、電車通りね。そしてこの正解の写真、まあうん、全部見つけました。ええー、お見事。やだ、僕の立ち位置いらないや。確かに聞く必要ないもん。ないからな、うん、はい、じゃあ3問目出題しますんで、なるべく早く来てください。はい、じゃあもう聞いちゃおうよ。これ聞いちゃおうか。こちらになります。お、ちょっと色が、はあ、これあれじゃないの、南公園じゃないの。南公園にね、こういう汽車みたいなやつありますけど、まさにでも西茶は川なんだよな、奥に岡崎公園。ここが岡崎公園っぽくは。そう、一回さ、ここ行ってみん、あの俺らの思う場所。うん、行ってみましょう。あの多分見てる人はマジ何のことってなってると思いますけど。あ、確かにね。試しに行ってみましょう。行ってみましょうか。はい。いや、気持ちいいね、なんか。うまっ、うん、今の気持ちよすぎ、うん、なんかよくわかんないけど、めっちゃ感謝されてるもんね。めっちゃ感謝されてる。何もしないのに。正解してさ、花咲くやん、花で、うんうん。痛いもんね、ずっと。中入って茶飲みテーマ。最終問題ください。最終問題はこちらです。おぉ、え、一見南公園じゃない。ねえ。いくらなんだよ、南公園なんじゃない。違う？あんな説あるけどな。意外と岡崎公園とか。ありえるよね。昔はあったとかね。うん、なんか川っぽく感じるもんね。そうなんだよね。ちょっと川沿い走ってもらう、うん、岡崎公園の、うん、それでまあぬるっと南公園に向かえるような感じで。はい、待って、えあれ、イクトの車じゃない。なんだてめえら、こっち入ろう。てめえら、おい、何してんだ、何してんだ。え、顔どうしちゃったの。93年間ありがちになっちゃっただろう。てか合流しちゃったらもう話にならないらしいよ。2台どうすんだ、このカメラのこの切り替わりをよ。2画面で使えたやつや。どういう2画面だ、バイクで行ってやろうか、この辺に。こっち、わかんないか。え、マジで雰囲気で1回来てみようって来たとか。え、ついてくわ。ややこしいだろ。でも1回合流しないで好き勝手やってみようよ。あ、いいよ。1回作戦話見るじゃん。じゃあ、わかる、俺ら動いていい。あ、いいよ。手術だけダメ。もう意味わかんないだろ。手術だけここで固定。そう、いや、俺らゴールのとこいるから。じゃあね。ゴールのとこいるから、なんで知ってんの今来たのね。てか今俺らも来ましたけど、思ってんのあっちだよね。まあそう、公園が、ね、向こうにあるもんな。なんでこの辺はね、向こうの広場なんじゃないかっていう考察、うん、考察で全く同じルート行きます。今来たんだね。マジでね、あの感じ。ここで聞き込みするとこだったんだ。やっぱね、勘で言えば岡崎公園かなって思うよ、ね、いや思う思う。さすが南公園行っちゃうせんね、いかんがね。南公園行ったらもう時間かかるから終わりだからね。こんにちは。あ、こんにちは。お話だけ伺いたくて、うんうんうん、この写真なんですけど、お母さんも塚田君が一緒に。岡崎公園だ。出た、岡崎公園。やっぱり危ねえ、危ねえ。いやいや、観覧車もあったんだよ。これ岡崎公園観覧車あったんですか。あったんだよ。南公園の観覧車が岡崎公園に持ってきたんだよ。そうですね、なんかやっぱここの景色が岡崎公園ちょっと岡崎公園っぽいから。そうだよ。あと鹿もいたの。鹿もいたの。その鹿は東公園に今いる鹿。へえ、あ、移動したんだ。うん、ここが。あ、はいはいはい、橋渡ったとこですよね。そう、よかったよって。そうそう、さんいるかな。正しければこの辺り。おっ、来た、こっちだ。南公園なんて行かないんだから。行かないんだから。何、奥の景色がね、うん、岡崎公園みぷんぷん感じまして、まあそうですね、ということで見事でございます。やったー、一チームの勝利。イエーイ。ということでいかがでしたか、岡崎の古い町並みとね、今の町並みをこう比べてみて。でもさすがに住んでる身からしたら上がりまくって。上がりまくった。正直な話、上がりまくった。楽しかった。そうでしたか。普段喋らないで、ちょっと年上の方たちと喋るのも楽しかったですね。年上の方たち結構楽しそうに教えてくれたんで。いや、そうなんですよ。めっちゃ楽しそう。泉屋の方なんて爆上がりしてたよ。団子全部食べてもらってた。なんで意味わかんない。あ、持ってけっつって。今日は最高の日だから。そうマジ、本当にこれ本気だ。そうそうそう。どういうこと、はい、なんかね、うん、実はね、実はそう、もうちょっとそこに間抜けが、こっちの勝ちだからもね、動画終わりなんですけど。いや、そうなんだ。1、2分待ちはいい。1、2分経つよね。あ、そうなんだ。じゃあ待とうか。この辺とかさ、ないもともとそういうコースでしたよみたいな。確かに、ちょっとここの辺見てみよう。ほら、雰囲気あるでしょ、ここね。完全にそれ系だよ、これ。何？めちゃくちゃキクラゲ生えてるやん。めちゃくちゃキクラゲやん。すごいね、これ。天然でこんな風に。うわぁ、虫がいっぱい出てくる。うわぁ、気持ち悪い。あ、もうゲロ臭い。やっぱここだよね。まあここしかないだろう。はい、こちら今はね、もう広場になってるところなんですけど、バオールは普通に普通に。ここだわ、マジで。
けー負けーくちーもう朝じゃないよ昼で晴れたからもう昼で晴れたからはい、ということでどうでした？お二人、まあ、ノーミスでしょ？まあまあ、ほぼほぼ、情報に向かって一直線まあ、やっぱ岡崎でね、暮らしてるだけのことはありますよね。はい、そうですね。新しい情報とかもね、知れたりとか。岡崎公園には観覧車もあったんだって。しかもここら辺歩いてたけど、他は全部東公園に行ってらっしゃる。すごい変化してる ね。はい、ということでね、いろんな岡崎に住んでるよっていう方とかにね、はい、インタビューとかしたと思いますけど、それはあれ将来のあなたたちですかね。なるほどね。あれが来た時に喋れた方がいいよな。40年後、50年後にさ、俺らの動画めっちゃおもろいんじゃない？何あの建物。確かに暴れん坊チキンみたいな。クラゲなんて食ってたんだ。そんな時代変わるの？その食文化まで変わっちゃう。あんな動物の餌ちゃん今だいぶ脂っこくなってる。リグチさんは楽しみだね。なんならリグチさんはこれだけいるやん。確かにね。それね、僕なんだよ。長生きするの楽しみですよ。はい、皆さんも長生きしてください。はい、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。